はい、こんにちは。気まぐれアナウンサー u 字22です。お元気でいらっしゃいましょうか。はいさ、今日はこの接続詞ですね、えー、これなんでこういう風うに取り上げたかっていうと、あのあんまりいい言い方じゃないんだけど、鉛っていうのがあるよね。で、鉛を多少なりとも取るためには、この接続詞を標準語で喋れるようになるとある程度。 その鉛っていうのは消えていく可能性があるんですねそのことについて今日はちょっとねお話ししていこうと思います <music> はいあのね 割とね、鉛ってもさっきも言ったけど、あんまりいい言い方じゃないんだけど、でもね、あのいろいろね、YouTube とか見てると、平板になっちゃうんだよね。だたいで、それで、なんとなくねあの、鉛っていう風に聞こえちゃうん。で、そこでね、今日、この接続詞っていうのに注目して、で接続詞ってねあの、アクセント辞典なんかにはきちんと出てるんだけど、実際接続詞っていうのは、 前のね、センテンス、後ろのセンテンスがあって、そこを、あの、つなぐために接続詞ってあるわけじゃないそうすると、なかなかね、あのー、単語だけじゃ難しいんだよね、理解がね。だから今日はね、それをやっていこうと思う。例えばね、そうだな、なんとかでとかね、えー、思ったんだけどとか、それから、うんと、それなのにとかね、そういうふうにこう、なんか、平和になっちゃうんだよね。 うん「それなのに」だけど「それなのに」とかになっちゃったりとかね「だから」からなんていうのも接続詞なんだけど「だから」っていうのはね例えばね「遅れるよだから早く行こうよ」ねこれが「遅れるよだから早く行こうよ」とかねそういうふうになっちゃう。これだと良くないんで接続詞「だから」っていうねこの接続詞さえねきちんとしたアクセントで喋れるようになると「 これはもうだん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 ね、標準語のアクセントに近くなってきますからね。うん、今日はこのあたり中心にやっていこうと思います。さあ、それで、あのー、興味があるんだったら、このチャンネルね、チャンネル登録ボタンお願いします。それから最後まで見て、あ、楽しかったなと思ったら、高評価のボタンも押していただければと思います。はい。この接続詞ってたっくさんいろんな種類があるんだけど、今日はいくつかピックアップして、それで実際にね、まず接続詞、 えー、一つ一つ正確なアクセントで言ってでその後に、ね、例文をきちんと話してみますから二回同じ例文を話しますそれで結構読んでますからそれねあの画面で見ながらそれで聞いてみて違和感があったら一回止めてでもう一回戻ってそれで聞き直してみてくださいかなりやります五つずつやりますからね、えー、じっくり聞いてみてください そこで、そこで、明日はお休み、そこでぼっちキャンプに行くことにした。明日はお休み、そこでぼっちキャンプに行くことにした。それで、それで、暗号資産は怖いらしい。それでビットコインを調べてみた。暗号資産は怖いらしい。 それでビットコインを調べてみた。すると、すると、変なメールを開いた、するとディスプレイが赤くなって PC が動かなくなった。変なメールを開いた、するとディスプレイが赤くなって PC が動かなくなった。だからこそ、だからこそ、 キャッシュレス決済が当たり前の時代。だからこそ使いすぎに注意。キャッシュレス決済が当たり前の時代。だからこそ使いすぎに注意。それなら。それなら。プレステ大幅値上げ。それならもういらない。プレステ大幅値上げ。 それならもういらない。そうすれば、そうすれば、毎日一万歩、そうすれば腹のたるみはなくなるはずだ。毎日一万歩、そうすれば腹のたるみはなくなるはずだ。そうすると、 そうすると、コロナが減少してきた。そうすると、ココアはどうなるコロナが減少してきた。そうすると、ココアはどうなるそれでは、それでは、コロナ完治。それではすぐに出社します。コロナ完治。 それではすぐに出社します。その結果、その結果、パワハラだって、その結果させん。パワハラだって、その結果させん。結果的に、結果的に、 ホームラン争いで首位結果的に三冠王になったホームラン争いで首位結果的に三冠王になった結局結局台風で沖縄に行けない結局ダメじゃん台風で沖縄に行けない 結局ダメじゃん。しかし、しかし。お金がない。しかしやる気はある。お金がない。しかしやる気はある。それでも、それでも。標準語を教えてもらったけど、 それでもなまる。標準語教えてもらったけど、それでもなまる。とは言っても、とは言っても、海外旅行したい、とは言っても南極にはいけない。海外旅行したい、とは言っても南極にはいけない。 だけど、だけど。母は優しい、だけど父は厳しい。母は優しい、だけど父は厳しい。ものの、ものの。ジャイアンツには負けたもののカープには勝った。 ジャイアンツには負けたもののカープには勝った。ところが、ところが、コロナ感染かと思ったところがインフルエンザだった。コロナ感染かと思ったところがインフルエンザだった。なのに、なのに、 台風が近づいてる、なのに沖縄旅行台風が近づいてる、なのに沖縄旅行それなのに、それなのにもうすぐ10月、それなのに夏日もうすぐ10月、それなのに夏日 同じように。同じように。街カフェが好きだけど、同じようにファミカフェも好き。街カフェが好きだけど、同じようにファミカフェも好き。一つ目は、一つ目は、 コスメで有名な国一つ目は韓国コスメで有名な国一つ目は韓国一つは一つは円安に動いている一つはアメリカの金利だ円安に動いている一つはアメリカの金利だ 最初に、最初に。スポーツジムに着いた。最初にウォーミングアップ。スポーツジムに着いた。最初にウォーミングアップ。次に、次に。ガラケーだったでしょ次にスマホになったでしょ ガラケーだったでしょ次にスマホになったでしょ最後に、最後に。インスタでしょ ?YouTube でしょ最後に TikTok。インスタでしょ ?YouTube でしょ最後に TikTok。それから、それから、 ピザを買うでしょう。それからサラダを作って二人で食べるの。ピザを買うでしょう。それからサラダを作って二人で食べるの。しかもしかマツキオのポイントがついてしかも D ポイントもつく。マツキオのポイントがついて しかも D ポイントもつく。おまけに、おまけに。新品のゲーム PC 購入、おまけに AK レーシングチェアまで買ってしまった。新品のゲーム PC 購入、おまけに AK レーシングチェアまで買ってしまった。その上、 その上、豚骨頼んだ、その上替え玉頼んだらお腹いっぱい。豚骨頼んだ、その上替え玉頼んだらお腹いっぱい。あとは、あとは、ステーキの値段が高くなり、あとは焼き鳥も高くなった。 ステーキの値段が高くなり、あとは焼き鳥も高くなった。それどころか。それどころか。お歳暮が豪華。それどころか。おせちの豪華さは半端ない。お歳暮が豪華。それどころか。おせちの豪華さは半端ない。 とにかく、とにかく。ウクライナ侵攻とにかく終戦が必要。ウクライナ侵攻とにかく終戦が必要。いずれにしても、いずれにしても。ロシアの自動車、いずれにしてもパワー不足。 ロシアの自動車、いずれにしてもパワー不足。だとすれば、だとすれば。牛乳がなくなる、だとすればバターはどうなる牛乳がなくなる、だとすればバターはどうなる逆に、逆に。 ジェルネイルは一時間ちょっと。逆にスカルプは二時間以上かかる。ジェルネイルは一時間ちょっと。逆にスカルプは二時間以上かかる。反対に。反対に。日本で一番気温が高くなったのが北海道。反対に一番低かったのは沖縄。 日本で一番気温が高くなったのが北海道。反対に一番低かったのは沖縄。その代わり、その代わり、PayPay ペイペイは使えない、その代わり auPay は使えます。PayPay ペイペイは使えない、その代わり auPay は使えます。それより、 それより。スキー、スケート、それよりはるかにスノボが楽しい。スキー、スケート、それよりはるかにスノボが楽しい。確かに。確かに。日本で初めてコロナ感染確認。確かに鮮明に覚えてる。 日本で初めてコロナ感染確認。確かに鮮明に覚えてる。それとも、それとも。水割りロックそれともハイボール水割りロックそれともハイボールあるいは、あるいは、 物価上昇の原因は原油高あるいは円安にある。なぜなら、なぜなら。ワイドパンツを買った。なぜならユニクロの CM を見たから。 ワイドパンツを買った。なぜならユニクロの CM を見たから。というのは、というのは、トイレットペーパーが売ってない。というのは台風で物資が届かない。トイレットペーパーが売ってない。というのは台風で物資が届かない。 なんでかというと、なんでかというと、英語が話せるようにならなければならない。なんでかというと、Web3 の世界が来るから。英語が話せるようにならなければならない。なんでかというと、Web3 の世界が来るから。だって、だって、 スーパーのピザが美味しくない。だってチーズが少ないもん。ちなみに、ちなみに、スワローズの関心劇が続いている。ちなみに私はスワローズファン。スワローズの関心劇が続いている。 ちなみに私はスワローズファン。そうもそうも。そもそも。ウクライナ戦争、そもそもどうして起こったのか。ウクライナ戦争、そもそもどうして起こったのか。この際。この際。車が故障してしまった。 この際売っちゃおうかな。車が故障してしまった。この際売っちゃおうかな。そんな中。そんな中。NTT 西日本通信障害。そんな中、総務省の立ち入り検査が始まった。NTT 西日本通信障害。 そんな中、総務省の立ち入り検査が始まった。要するに、要するに。デジタルアートが売れてるって要するに NFT のことでしょデジタルアートが売れてるって要するに NFT のことでしょ 例えば、例えば、ネットで会って話そうよ。例えば、Zoom とか。ネットで会って話そうよ。例えば、Zoom とか。具体的には、具体的には。最近、ツーブロックの髪型をよく見るけど、 具体的には、タラちゃん。最近ツーブロックの髪型をよく見るけど、具体的には、タラちゃん。実際に、実際に。使わなくなったものをメルカニン出した。実際に買う人がいた。使わなくなったものをメルカニン出した。 実際に買う人がいた。事実、事実。世界的な半導体不足。事実、ノートパソコンの平均単価が上昇している。世界的な半導体不足。事実、ノートパソコンの平均単価が上昇している。 中でも、中でも、世界的に異常気象、中でもトウモロコシの価格がかなり上がっている。世界的に異常気象、中でもトウモロコシの価格がかなり上がっている。うん、結構あったでしょまだまだね、接続詞ってあるんだけど、今日やった接続詞のアクセントだけを、 チリちりと身につけることができたらね、あの、そうしたらもうかなりね、あの、こう、鉛っていうよりも、こう、アクセントがね、えー、ついてくるんで、きっと楽しい話し方になると思います。で、アナウンサーとか、それからプレゼンテーターなんかがね、よく使う接続詞っていうのは、さてとか、それからところでとかね、こういう接続詞よく使うんですよ。ニュースで、例えば一つ目がコロナのニュース。 で、二つ目がウクライナのニュースだとするじゃない。そうすると、えー、コロナはこうなってます。さて、次のニュースです。みたいな感じでね、こうやって接続詞でね、えー、次のニュース、気持ちを入れ替えたりっていうことをするし、それからプレゼンテーションでも、A っていう商品があって、続いて B っていう商品があった時に、A っていう商品が話し終わりました。ところで、B っていう商品は、みたいな。こういうところで、なんていうのをね、えー、使って、うまくこのね、 文と文のね、つなぎ方、きれいにつなぐようなことをやってます。だ接続詞って結構、あの、重要なんだけど、とにかくね、今日やったことだけでも、覚えておくだけでね、意識して喋れるようになったら、かなりね、その、なまりっていうのが消えるんじゃないかなって思います。 はい。ということで、どうですかね鉛っていうのはね、あんまりいい言い方じゃないんだけど、でもやっぱり自分自身で、うーん、まってんじゃないのなんて思ってる人もね、いると思うんだよね。人に言われると嫌でしょお前まってるよみたいなことをね、言われると嫌なんだけど、でも実際自分の中では、うん、もしかするとまってて変な顔で見られるの嫌だなみたいなね、そういうふうに思う人もいるんじゃないかと思うね。だから、まずね、 なまりを取るわけじゃないと思うんだけどこの接続詞で前のセンテンス後ろのセンテンスここをつなぐためのものここを正確な標準語のアクセントにしておくと前後がだん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 ねこうアクセントがついて話せるようになってくると思いますんで。 頑張ってください。はい。それから私今ね、IAS、インターネットアナウンサースクール、講師やってますからね。あのー、今ね、無料カウンセリング受け付けています。はい。で、今ね、2022年の9月だから、 来年の3月ぐらいまではやってるけど、それ以降はちょっとやってないかもしれないんで、まあ、あの概要欄にね、URL が貼ってありますから、そこからね、クリックして、それで申し込んでみてください。はい、それで、今日なんかね、面白かったとか、興味持ったなと思ったら、チャンネル登録ボタンお願いしますね。あの、ここまで見て楽しかったとか、ためになったんだったら、高評価のボタンお願いします。そしてコメント欄ありますからね、えー、ぜひね、皆さんの感想、 それから質問リクエストもいいです。どんどん書いてみてくださいね。はい。今日はこの鉛を取る。ね。これですよ。接続詞。ね。これについてお話をいたしました。まあ、とにかく何回もね、聞いてね、えー、自分のものにしてください。はい。ということで、そろそろお別れですね。はい、えー。今日も本当にご覧いただきましてありがとうございました。お相手は、気まぐれアナウンサー、ゆうじににでした。それでは今日はこの辺でさようなら。